こんにちは、虫エビです。ベロルドです。スーパーマリオメーカー2やっていきます。まあこれもなんか配信のなんか最初の方でやったコースだから、ちょっと上手くなってるからすぐクリアできるっしょ。マジ？よし、行くか。どっかな。キャノンボール。さて、覚えてねえな、でもいまいち。やっぱこれだな。何が上手くなってるのよ。本当だよ。覚えてないで。下手くそすぎたんだよ。あ、今の抜けるんか。マジか。いや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 。それはちょっとやめていただきたい。やばいな。これサクッと終わる予定だった、マジで。うん。そんなもんいいよ。あ、いいじゃん。よし。うっし。いいぞ。ここからスピード感が出てくんな。あー、おー。あー、ここだ、ここ。どうなるの？あ、乗るのか。いやー、これ難しい。よし。ちょっと余裕の予定だったんだけど、マジで。あー、嘘。いや、マジで。マジか。まあ、前もゴール前までは行ってるわけだからね。こんな、まあね、正直こんなできないと思ってなかった。まあ、やっぱ覚えてないってのが一番のあれだ。いやー、あぶねー。危なかったな、今のは怖いわ。ヒヤッとするね、ほんと。ほら、あれ、ほんと、ほっ、いや、マジで。うわぁ。よし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 。あー、これダメだな、俺。よし、オッケー。おし。あぶれ。おー、思い出したぞ。さっき、前回これで死んだんだよ。そうだそうだ、ここで死んだんだ。えいー。よーし。クイズ、マリオを守れるのはどっち？だし、なんか使用問題だよね。そうなの？何これ？いや、そうでしょ。守れるってのはどういうことだろう？何から守るんだろう？って話よ。まあいいや、ちょっとさ、入ってみよう。コインの方に、ね。やっぱお金がね。守れるわけないじゃん！あらーやられてしまった、ね、そういう話ね。はい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 。ね、まあ確かにこれだと、初見で死ぬかもね。結構な人間が、うん、そうそうそうだね。なるほどね。そうそう、ちょっと面白いでしょ。今俺どんなんだったっけって思ったけど、あ、こうだったなって思い出して。はい、さあ、どっちから守れる？なんかな、普通に、いや、なんかどっちも乗れそうなんだよな。そう、普通に乗れるけど、あれが貫通しないのはどっちって話だもんね。これ横向きのドッスンだね。ちょっと、どっちだろう。まあ、ドッスンは乗れそうだよね、でもほんと。うん、ドッスンなんかいけそうな気がする。なんか、つららがなんかね、砕いてね、なんか、ああ、なるほどね。じゃあ、ちょっとドッスンだね。選んでみようか。やってみるか。いや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 、ダメやんけ。いやー、敵だからダメかー。マジか。お、正解じゃん。やったね。お上手。下手すぎだったわ。さ、正解に行こうか。せやな。おいー、お兄ちゃん、いいんだよ。やってからそういうこと言ってくるって感じなんだよな。お、中間あるよ。優しいね。どっちだろうね。いや、これはハテナブロックの方でしょ、さすがに。マジ。
これぶっ壊れそう。こっちは。俺もそう思うけど。てか、なんでこっちもぶっ壊れそう。いやいや、こっちは耐えてくれるね。あ、そう？わかんねえ。やはー！うわー、怖っ。一回、一回耐えた、一回。向こうは貫通してきたね。これはまあ左じゃん。左だね。これ間違いない気がするわ。ちょっと右が突破できる、止められるとは思えないわ。ちょっとドクロちゃんはちょっと信用しない、できないわ。いけるよね。オッケー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 。よし。まあまあまあ。そろそろ。いいね。あ。お5。これは多分ね、これブロックできるけど落ちてきそうな気がするんだよね。俺は、左が一回砕けて耐えるだった。これはこっちもね一回は耐える気するんだよな。うわ、君の判断に任せるよ。じゃあ右にすりゃいいじゃん。信じろよ自分を。はい、俺は左だと思うな。どうよ。あーあー、はい。さあ。いやー、よくわかったね。いや、でも落ちすらしなかったが、ちょっとだけ予想と違った。なるほどね。うん。これなんか押せるじゃん。ラスト。アップとかもらえるんじゃん。いや、これおかしくない？何この問題。うわ、ほんとだね。どっちだろうね。もうこん。いや、まあ、運ゲーじゃん。うん、じゃあ。いやいやいや。普通にこっちでこうやってた方が多分ブロックできてるから、だからこの状態で入れば大丈夫ってことだ。いやー、右じゃないかな。お、うわ、おかしいだろ。ほらまあいいや、この状態でこっち入るといけるのかな、うん、多分。まあさっきと同じ状況にするんだったらこうなんだけど。そうだね。じゃあそれでいいじゃん、入るよ。まあいいけどさ、信じて入ってみろよ。はい。あー、やばい。いや、これさ、普通にズルじゃん、マジで。ズルじゃない。ヒントないじゃん。いや、ズルじゃないんだよな。正規だから、それが。あ、逆じゃん。逆かねえ、逆だねえ。わ、でもまあ、3、まあ、キノコ3つあるから関係ないんだけどね。はい。よし。